DJ 다른 노 MC 플레이프 시카노 게이 사쿠라 사카 스카규 스타쉬 Yo. 아시아 の 島国 大陸から見れば 神風武士の国 白く染まるため息を押し殺し で交わる それぞれの道 愛や差し戦うしかないなら 力つけるそれしかないから 嘘本当見分ける左右の目 違う話になってしまうんですけども、なぜ暴走族は走る？なぜ走る？こう暴走してこう集団で走る、まあ、集団で走るっていうか、まああのね、横断歩道みんなで渡ればこう、はい、あの怖くないっていう、はい、あの北野武さんの名台詞、うん、まあ、その延長上でしょうね。みんなでいることにより、うん、強さを感じて、無敵になったと錯覚して行動を起こすっていうね、まあ、人間本来に持ってる多分本能だと思うんですよ。あと自分たちがやっぱ中学ぐらいの時はやっぱその走るじゃないですか、そう走ってるところにこの住民たちがみんな出てくるんですね。その見物ギャラリーがすごかったんですね。でその時代は今みたいに嫌われてなかったです、暴走族が。かっこいいっていうか。そうですね。はい、うん、やっぱ誰もがやっぱ街に必ずね、はい、あの施設少年警察でね、まあ、本当はあの地元に不良少年たちがいると、まあそいつら厄介かもしれないけど、他から入ってくる不良少年を撃退してくれて、ね、警察もそこまで。追っかけたりしなかったですもんね。なかったですね。はい。自分らもやっぱ地元の暴走族で警察とかにあれすると、大体殴られてたんですね。そうですね。バチバチって殴られて、それが警察署それかけて、道場で、一本ゼロとか、地獄車みたいな技、巴投げとか、お前これ漫画でしかない技を食らった後輩とか、友達いるんですよ。地獄来るなって、コロ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 やられちゃいますよね、ほんと道場連れてからね、バチバチ締められて、じゃあ帰れって言われて、帰れっていう頃にはもう歩けないですからね。そうですよね、もう背中っていうかもう苦しくて立てないですもんね。でも捕まってほら免許取り消しとか処分受けるよりは良心的なんですよ。そうですよね。で、あの暴走族で、まあ、集会とか、まあ、暴走してて、やっぱ亡くなった方、まあ、うん、前回もお話したんですけど、まあ、そういった中で追悼集会というのはどういうふうな感じで、まあ、大体亡くなって大体全国平均的に見るとその1年後にやるとも多いんですけど、大体亡くなって初7日過ぎた日ぐらいの夜に走ったりとか、そうですね、亡くなった次の日にこう走るとか、それは地元だけでですね、地元だけですね、はい、で走って、まあ、亡くなったところに行って、みんなで、まあ、お花やったり、タバコをあげたり、まあ、先にあのお通夜、お葬式が先ですけどね、うん、その後ですね、お墓参りとか行って、はい、でその後夜行って、はい、で自分で花と、うん、あの酒好きだったらビールにこう、タバコを置いてっていうね、あれがまた一つのね、まあ、本当なんかね、そうですね、遺族からしてみると、やってもらいたくない半分、はい、それだけ思ってくれて。やっぱ仲間ですから。でも中にはいますよ、あの遺族の方でもう関わりを持たないし、ね、そうですね、お葬式の方にして帰ってくれって言われるものもありますしね。でもそういう時だけはもうこっそりじゃ、あの墓参りも行けないから、じゃちょっと自己現場でっていうね、ありますけど、まあ、それまあ、まあ、そういうふうに死ぬ先輩に限って、あのいい先輩が多いですよ。多いですね。多いですね。先輩だったり、いい後輩だったりとか。短命ですよね。うん、あでもね、憎まれっ子を世にはばかるっていう言葉もあるんでね、はい、そういう先輩も いるけど、まあでも、自分だからあの取材してて現役暴走族の人間たちをずっと今まで取材、江戸時代ですね。で、ですね、最後に、必ず言う言葉があるんですよ、ね、はい、やっぱり何をしてもいいと、単車乗るの免許を取れとは言わないと、何をしてもいいけど自分の限界だけは知っておけと、うん、それが一番の自己防衛につながるから、
例えば普段100キロ以上出したことないのに、うん、女の子を乗せて張り切って130キロ出せれば、それはもう自分の限界過ぎてるから、うん、その時待ってるのがもう死ぬ、死しかないから、はい、死ねば何もできなくなる。なんでそういうことを言うかっていうと、死に対して全く感覚を持ってない子たちが多いんで、死ぬことに怖いと思ってない人間たちが多いんですよ。死ぬと思ってないんですね。思ってないんですよ、うん、まだ子供じゃないですか、うん、大人になりきってないんで、うんうん、まあ、格好つける方が先行っちゃうですよね、うんうん、確かに。まだほら身近に死を感じた場面もないでしょ。若いとご両親も若いんで、うんうん、まあ、そこで片親亡くしてればとか、うん、あの兄弟なんか事故でってなればまたそういう感覚があるんでしょうけど、もう無我夢中で、ね、ぶっ壊れそうなね、ブレーキの効かない単車でエンジンブレーキ止まればいいんだって言いながら周回来ちゃうやつらもいるんで、でも絶対そこで限界は知っとくと、死ななきゃ待ってるのは死あるのみだぞと、ね、この言葉今分かんなくても行く末分かるようになったら、俺からのアドバイスは免許取ると言わないけど、人を殴るのと言わないけど、自分の限界だけは知っておく、自分のできることはここまでしかできない、それを飛び越えようとするって女の子がそういう人が多いんで、かっこつけてっていうのも大体多いんで、確かに車とかでもそうですもんね、かっこつけたいですもんね。かっこつけてモテる確率よりも失敗して恥かく方がでかいんですけどね、それをやったところでもバカじゃないって鼻で笑われるのが大体ね、そんなもんなんですけど、そうやってる本人はそう思わないんですよ。俺は風になって、俺はヒーローで、俺は稲妻だぜなんてスピンだとか言ってそんなとこ行っちゃってしちゃうんですよ。まあね、その場だけでね、楽しかったりとかね、気をついちゃったりとか、本当死も何も考えてないですから、ね、あとやっぱ一番運転がうまいやつって、うん、俺から言わせるのは一番うまいやつっていうのは安全運転なんですよ、うん、事故らない、こけない、単車も普段から整備して止まらない、そういった連中は絶対に警察捕まらないから、単車が止まらないで単車から降りなければ絶対警察捕まらないんですよ。暴走族やってて一番恥ずかしいのは警察に現行犯で捕まることなんです、はいはい、そのためには安全運転、単車の整備、はい、絶対事故を起こさないっていう、そうすれば絶対捕まることねえぞと、まあチンコロされた場合は別ですけど、っていうところですね。まあ、全て言えばもう死んだら何もできないんで、そうですね、本当にそうですね、はい、命あってるんですね。でもその言ってくれたことをしっかり、まあ、胸に受け止めてくれる子だったらやっぱ嬉しいですね、うん、それがちゃんと伝わるとですね、半分以上忘れちゃったそうです。でもまたこれを機に ね, ですね、皆さん運転もなされますでしょうし、バイクも乗る方もいっぱいいると思うので、うん、でもそれを今の言葉をはい、ちゃんと心に受け止めたいと思います。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。心臓命は一瞬めくりめくって今は善な気分浸透明確欲望捨てたら揃った好奇心臓過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だサクライブ俺は俺の今を咲かせて散るだけだRight.